兄嫁が昼間にアポなし一つしてきて居座るから早く帰れとやんわり優しく言ったら、嫁いびりですね。録音しましたから旦那に伝えます。お母様にも伝えます。最低ですねって言って帰って行った。いや、母はあなたと会いたくなくて台所にいて会話を聞いていたし、兄には一応連絡して謝られた。友達がいないかわいそうな小十と私に友達になってあげようって騒いで兄と喧嘩中らしい。関わりたくないから兄宅で解決してほしいな。兄嫁はめっちゃ美人なんですよね。だから兄は兄嫁にメロメロ。別れることはなさそう。家でもスマホとにらめっこらしいからネラーかも。これだけじゃなんなので、なんで母が兄嫁を嫌っているかというと、結納の時に絶対に同居しません。お母様に何かあったら実子である小十乙女さんがやるべきです。旦那は関係ありませんから、お金も小十乙女さんが出せばいいですって言ったから、私はそのつもりだったけど、まさか結婚式の費用を母に出させようとしているのにこんな宣言されたら誰だって嫌になるよね。だから母は結婚式の費用を出さなかった。兄も実子ですよ。なぜか兄嫁的に介護問題は関係ないらしい。会話の中でちょっと足が悪いって言うと急に騒ぎ出したらしい。